とっても簡単で綺麗なお花紙で作る桜の吊るし飾りです。花とつぼみをそれぞれ8つずつ作ります。作り方はこちらの動画をご覧ください。葉っぱは黄緑色の画用紙で8枚作ってください。一番上の棒は型紙を厚口の A4 色上質紙に印刷して作ります。型紙は説明欄からダウンロードできます。1枚で2つ分できるので真ん中で切ってください。まず柄が見えるように半分に折ります。一度開いて内側に糊をつけて貼り合わせます。さらに半分に折り、真ん中の線に合わせて両側から半分に折ります。これも一度開いて内側に糊をつけて貼り合わせます。端から約5センチのところにある印から真ん中の折り目に沿って両面テープを貼ります。反対側も同じように貼ります。真ん中に印がある方の手前ギリギリに両面テープを端から端まで貼ります。吊り下げるための長さ約35センチの紐1本と花を貼り付ける長さ約40センチの細長く切った画用紙を3本用意します。5センチの両面テープを剥がし、紐の端を貼り付けます。紐を切ったところが中心に向くように貼ってください。反対側も同じように貼ります。端から端まで貼った両面テープを剥がし、中心と両端の印に合わせて細く切った画用紙を貼り付けます。両側の印は外から3センチくらいのところです。吊り下げる紐が外に出るように2つ折りにしてしっかりと貼り付けます。これに花やつぼみを貼っていきます。花は両側に3つ、真ん中に2つ貼ります。置いてみて位置が決まったら葉の裏に糊をたっぷりつけ、花と葉で細く切った画用紙を挟み込むようにして貼ります。真ん中の一番下にはつぼみを貼ります。残りの桜のつぼみを花と花の間に貼って出来上がりです。吊るし飾りはひな飾りにも使うことができるので、立春頃から桜が終わる頃まで長く飾ることができます。軽いのでちょっとした風にも揺れてとても綺麗です。強い風が通り抜けるところでは吹き飛んでしまうことがあるので、しっかりとした金具などに留めてください。